これが森保ジャパンの現状。日本代表発表で明らかになった明確な弱点がヤバすぎる。最終発表前、最後の代表招集。2022カタールワールドカップを2ヶ月後に控え、最終テストともいえるドイツ遠征を行う日本代表メンバーが発表された時、招集されたメンバーを見て改めて層の薄さが心配されたポジションが2つある。1つは毎回指摘されるフォワード。ただしこのポジションは久保建英のようにもともとはミッドフィールダーだが、所属チームでフォワードとして起用され結果を残している選手もいて、戦術次第、組み合わせ次第では適性も含めて改善される可能性がある。問題なのは、今まで意外にも問題視されてこなかった守備の要、ゴール前にがっちりと鍵をかけるセンターバックのポジションだ。ではなぜ本番を2ヶ月後に控えた今になってこのポジションが不安視されているのだろう。問題点が浮き彫りになったセンターバックというポジション、今のところ予想メンバーの息を出ないが、出場メンバーの平均身長を比べると日本は毎回ワールドカップ出場32カ国中30番目前後という高さになる。もともとどの競技でも体格的な大きさに恵まれない日本人だけに、こういう数字は初めから覚悟の上という話にはなるのだが、不利になるのは間違いない。ではサッカーという競技において身長による高さがないとどこが不利になるのかといえば、ゴール前での空中戦だ。カイザースラウテルンの悪夢と呼ばれる2006年ドイツワールドカップ初戦におけるオーストラリア戦、残り時間6分で1点リードという状況まで耐えながら、日本のゴール前にボールを放り込んで空中戦を仕掛けるというオーストラリアの力技についに守備が決壊した様は今でも苦い記憶として残っている。さらに前回大会の決勝トーナメント1回戦におけるベルギー戦、2対0と試合を優位に進めながら、相手のヘディングによる折り返しが偶然にもそのままループシュートのようになって逆襲の口火を切られると、190センチ級の大型選手による空中戦によって同点ゴールを許し、瀕死の相手を生き返らせてしまう。最後はロストフの14秒と呼ばれる鮮やかすぎるカウンターにとどめを刺されてしまった敗戦も未だ記憶に新しい。どちらの試合も相手の大型選手を屈強なセンターバックが完封することができていたら、勝敗そのものをひっくり返されるのは防げていたかもしれない。サッカーは他のスポーツ競技に比べ身長の低い選手が活躍する比率が大きい。この15年ほど世界一のサッカー選手の称号に最もふさわしいリオネル・メッシは170センチに満たない小柄な選手だし、世界サッカー界の MVP ともいえるバロンドール受賞歴のある選手でいえば、クロアチア代表の主将ルカ・モドリッチなども小柄な選手だ。ただしそれはやはりポジションによる。ボールが浮いてそれを制するためにフィールドのいろんな場所で空中戦は展開されるが、それが直接得点に結びつくという意味でいえば、やはりゴール前の空中戦は他の場所よりも重要度が比較にならないほど重い。そして自陣ゴール前という最も重要な場所で空中戦を行うのが守備の要であるセンターバックというポジションなのだ。常識的に考えて体格で劣る日本が最も人材不足になるポジションなのは間違いない。今までの日本代表におけるセンターバック事情、このセンターバックというポジションと日本人の体格的ハンデを考えるとき、最も理にかなった戦術だった可能性があるのが、今から20年前に日韓共催ワールドカップを戦ったトルシエジャパンの代名詞フラット3だ。体格で劣り、この戦闘力で劣る日本が自陣ゴールを守るために組織力を生かし、数の優位とオフサイドというルールを利用していこうというコンセプトは方向性としては悪くなかったと思う。ただ日本代表の3バックはカイザースラウテルンの悪夢によって2006年に粉々にされた。この後世界の潮流が3バックから4バックへ移行した流れに伴い、 J リーグでも3バックで戦うチームが減っていくと、代表でも4バックを基本陣形にすることが多くなった。3人のセンターバックを置く3バックよりも2人のセンターバックで守る4バックの方が真ん中が弱くなるのは自明の断りなのだが、それがあまり問題視されてこなかった理由の一つとして、悪夢の2006年ワールドカップ以後に代表のゴール前に鍵をかけたセンターバックである中澤佑二と田中マルクス・トゥーリオのセンターバックコンビが、日本の歴史上最も空中戦に強いセンターバックコンビだったという事実がある。実際このセンターバックコンビの前にアンカーの阿部勇樹を置く超守備的布陣で挑んだ2010年
南アフリカワールドカップでは下馬評を覆しベスト16に進出し、中澤トゥーリオのコンビは決して空中戦で弱さを見せるようなことはなかった。この力強さが悪夢を薄めたところに加えて、この南アフリカワールドカップで台頭した左サイドバックの長友佑都、この後にドイツリーグに移籍して代表の右サイドバックを務める内田篤人、フランスリーグで認められ2018ロシアワールドカップでも活躍した酒井宏樹と、おのおの世界的なフォワードと渡り合ってきた左右サイドバックの守備強度は弱点どころか日本のストロングポイントに変換した。センターバックの弱さを目立たなくするくらい、同じ最終ラインを守るディフェンダーがこれだけ強くなった事実に加え、2010年南アフリカワールドカップ以後、現在に至るまで代表のセンターバックを務めているのが代表主将である吉田麻也だという事実が、手薄な日本のセンターバック事情をそこまで不安視させていない要因になっている。10年以上君臨する吉田麻也、11年から代表のレギュラーに定着した吉田麻也は、日本史上最高のセンターバックであるといえば反論する声も上がる存在だが、日本史上最高クラスのセンターバックであるという言い方にすれば論を唱える人が極端に少なくなる。実際吉田が登場するまでセンターバックとして欧州リーグの試合に出場するような日本人選手は登場していない。オランダ、イングランド、イタリア、ドイツとこの10年以上で4つのリーグを渡り歩き未だに生き残っている事実と、2つのワールドカップにフル出場し100を超える代表キャップ数を記録し、2度のオーバーエイジ選出を含めて3度の五輪に出場している経歴は、この10年以上吉田麻也が代表の守備の要だった証明ともいえる。そして良くも悪くも強調される数字は、五輪に3度出場している部分だろう。特にオーバーエイジで選出された12年ロンドン五輪、21年東京五輪では共にチーム主将を務めてメダル獲得にあと一歩の4位にまでチームを躍進させている。逆に言えば、吉田に代わるセンターバックの人材がいないから、ずっと吉田に頼らなければならない状態だとも言える。そして34歳というベテランになった今、吉田に衰えが見え始めた時、再びセンターバックの人材不足という問題がクローズアップされている。日本史上最高のディフェンダーになれる素材、冨安健洋、サッカー選手の価値を表すものの一つに設定される移籍金がある。有望な若手が成長しチームを去るとき、高い移籍金を残していってくれる循環を欧州クラブの経営者やサポーターは喜ぶ。そういう中で、日本の選手で今誰が最も高い移籍金を設定されているかといえば、イングランドの名門アーセナルに所属する23歳の冨安健洋だ。すでにチャンピオンズリーグ出場を視野に入れるような強豪クラブで試合に出場している実績に加え、188センチとサイズにも恵まれ、右足でも左足でも正確なフィードが蹴れる足技に加え、非常に足が速くスピードがある。実際アーセナルでは右のサイドバックとして出場し抜群の存在感を放っている。高さ、強さ、速さを兼ね備えた非常に稀有な存在で、これに小さい頃から海外移籍を視野に入れていた影響か、危機察知能力が高く危ない場面に必ず顔を出してくれる。怪我がなく順調に成長すれば間違いなく日本史上最高のディフェンダーになる。それが冨安健洋という選手だ。18年ロシアワールドカップ終了後にアジア杯の最年少出場記録を更新して20歳で A 代表に定着すると、センターバックで吉田のパートナーとして瞬く間にレギュラーを不動のものとし、今後10年日本の守備の要として期待される選手だ。この吉田以上の逸材がまだ23歳という若さなのは、日本代表として本当にありがたい存在なのだが、冨安はここに来て筋肉系の故障を頻発させている。実際期待された東京五輪でも試合に出場できずベンチを温める場面が多く見られた。今回の代表招集において最初のアメリカ戦に先発し、改めてその絶大なる存在感を見せつけていたのだが、直近のクラブの試合には出場していなかったように、故障が完治しているわけではない。まして決起に流行る部分が見られ、多少の無理をしても試合に出場しようとする姿勢が明らかな選手だけに、今無理をして肝心のワールドカップ本番に出られないという最悪のシナリオを心配する声が今もあちこちから上がっている。この
冨安の体調面が日本のセンターバック事情にかかる大きな暗雲なのだ。彼が無事なのならば、光を遮る雲は一気に吹き飛ばされることになる。冨安不在の穴を東京五輪で埋めた板倉コウ。期待の冨安がベンチを温める格好になった東京五輪でその穴を埋めたのは、昨季の英国プレミアリーグ優勝を果たしたマンチェスターシティに所属していた板倉コウだ。超ビッグクラブに所属していたといっても、大クラブが世界各地で有望な若手を青田買いしている一角に引っかかっただけで、実際にはマンシーでの出場経験はないのだが、レンタルで出されたオランダのフロー人間、ドイツのシャルケでのプレーに対する各方面の評価が高く、今年からドイツの名門ボルシアメンヘングラートバッハに完全移籍を果たしている。板倉も186センチと体格に恵まれ、空中戦に強い。さらにこの数年レンタル先で順調に評価されてきた影響で試合の出場機会にも恵まれ、経験を積むのと成長速度が比例する伸び盛りの若手らしい上昇曲線を描いていて、特に対人守備の強さは目を見張る。このまま板倉が成長するのなら、ワールドカップ本番は衰えの見られる吉田を休ませ、冨安と板倉を中心に起用した方が良いのではという声が上がるくらいだ。ただその板倉が左膝の内側靭帯を断裂するという大怪我を負ってしまった。手術は行わず保存療法を選んだ発表や、ワールドカップが行われる11月下旬にはプレーが可能だという報道から楽観視する向きもあるが、正直間に合わない可能性も考えなければならない。そして板倉の出場が担保されない状況は一気に日本のセンターバック事情を不安定なものにした。年齢による衰えから全試合フル出場は厳しい吉田。筋肉系の怪我の具合が心配され、適度に休ませる使い方が望ましい冨安。この状況を最も安定させる存在が板倉の存在だったからだ。結果として代表に招集された若手。楽観論として、冨安の怪我も板倉の故障も心配するほどではないという可能性もある。これにベテランの吉田麻也と J リーグ川崎フロンターレの谷口翔吾の4人が揃えば、ワールドカップ本大会のセンターバックはやりくりできると考えていたのは明白だろう。時として激しいプレーやファールすることも求められるディフェンダーは、累積カードによって出場できない状況も踏まえて、ある程度控えメンバーにも出場機会が求められる。そうなると怪我で主力メンバーが間に合わない事態に備え、ずっと前から他の選手の可能性を探って準備しておくべきだったのだが、森保ジャパンは今までそういう起用を行ってこなかった。板倉の怪我を受けて新たに招集した瀬古歩夢は22歳のセンターバックで、今年からスイスリーグのグラスホッパーでプレーしている。昨年行われた東京五輪代表メンバーにも選ばれているが、出場機会には恵まれず一試合もプレーしていない。今回が代表初選出だが、すでに残るプレー機会は極めて少ない。先日行われたエクアドル戦で出場の機会が与えられると思っていたが、結局試合に出ることはなかった。一体何のために呼んだんだという話になってくるのだが、22歳の若手を代表初招集という現実は、代表の空気になれるためという言い訳が通用する。ただそうこうしている間にも時間は経過し、センターバック陣の体調次第ではこうして準備を怠ってきたツケを本番で一気に返さなければならなくなるかもしれない。フィールドプレイヤー26人に対しセンターバック4人はどう見ても割合的に少ない。そして急に A 代表選出される瀬古に事態の深刻さを見ることができるのではないか。まとめ、クラブでは3バックの左でセンターバックを務めている伊藤洋輝を今まで代表で試していた左サイドバックではなくセンターバックで試したり、今までずっと代表ではセンターバックしかやらせていなかった冨安を途中から右サイドバックで起用したり、アメリカ戦ではいつになく柔軟な発想が見られた森安采配。やや立ち上げや反応が遅い気もするが、それでも修正をかけるのと放置するのではだいぶ違う。今の代表メンバーは国際経験も豊かでサッカー IQ も高く、きちんと意見をまとめ上げることができるなら短期間でも大幅な戦術理解が可能なメンバーだ。そこに一縷の望みを託し、代表のサポーターは祈るのみ。もうワールドカップまで2ヶ月しかないのだ。最後までご視聴していただきありがとうございました。